天使は葵に微笑まない。アストロノーと7羽を見ました。町内会主催の昆虫食のお祭りに赴く宮坂と葵だったはずが、なんだかんだでいつものメンバー大集合。結果的に宮坂とミラの仲が進展しよい雰囲気に。実は葵ちゃんはかつて宮坂と同じ職場の同僚だっただけでなく、ラジオへの傾倒や食用エスカルゴなど多大な影響を与えられ、実は宮坂がアストロソーを初めて訪れた時から気づいていた葵ちゃん、マジでイットに思っていることが明かされましたね。しかし宮坂は一向にそれを思い出さない。葵ちゃんが奥手であるがゆえに行動が弱いというのもあるんでしょうけど、負けが確定したヒロインの涙は辛すぎる。一方その葵に天の声としてサポートし続ける直輔、最初はミラから遠ざけるために葵ちゃんと宮坂をくっつけようとしていたはずですが、今はもう葵ちゃんの幸せのために動いているような。宮坂をはじめとして自分のことで手一杯なキャラが多い中、全体を俯瞰して思いやりを発揮できる直輔のようなキャラは貴重なんですよね。次回は直輔回になるようなので、もしかしたら葵ちゃんとの関係に何か変化があるのやも楽しみですね。そして宮坂とミラの進展を感じ取ったのか、松陰の顔が終盤曇り気味だったのが気になりますね。最初は蜂の子で気分を悪くしただけかなと思ってたんですけど、明らかにミラとの仲睦まじい姿を見て嫉妬していましたね。そろそろ恋のライバルとして自覚する時が来たんでしょうか。前回は助けの謎が明かされ、今回は恋模様に変化が。波乱の終盤戦に突入していくとどうなるのか楽しみですね。今回は以上となります。皆さんの感想もコメント欄にお寄せください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。葵との接点に全く気づかない宮坂、再会直後の超ロングヘアーならともかく、ショートになり顔がよく見える現段階でわからないのは残酷すぎやしないか。ホテル勤務時代にでかいおにぎりを食べているから、おにぎりちゃんと愛称で呼んだのも、もともと同僚として名前を覚えるほども興味を持っていなかったことの証左でもあろう。にしてもなぜあの時エスカルゴ料理を持って屋上に現れたのか。普通だったらその後も屋上へ訪れてもいいはずなのに、葵の回想によればこの一度しか宮坂は来ていない。実はこれ失意状態の宮坂がたまたま屋上へ気晴らしに来ていただけということはないだろうか。振り返ると松陰とミラの関係に嫉妬した宮坂はイカやタコの日干しを大量に作るというアクションを見せている。葵にあげたエスカルゴ料理も作りすぎたからという理由を言っていた。何らかの事件でショックを受けた宮坂がエスカルゴ料理を作りすぎてしまい、気分転換のため屋上へ訪れた時にたまたま葵と出会った。宮坂にとってはそれ以上でもそれ以下でもないので、綺麗さっぱり忘れているという救いようのない展開だったらどうしよう。単純に忘れていただけというのもリアルにありそうだが、このアニメの作りは違和感に理由をつけて回収する傾向にあるので、どんな真実があるにせよ宮坂支店のホテル時代の解雇が描かれる可能性が高い。それと唐突なウルトラセブン最終回オマージュは笑った。チャンネル登録お願いします。